皆さんこんにちは、磯子美瑛治のお時間です。この番組はモデルビューティーアドバイザーの私磯子が経験の中から培った美容と健康法をお伝えしつつ、お迎えした多彩なゲストの皆様方とともに美しい年齢の重ね方をご提案していく番組です。では磯子のワンポイントアドバイスです。今日もガムのことについてなんですけど、前はガムを噛むと、食事の前にガムを噛むと、食欲がちょっと あまり食べれなくなりますよっていうことをお話したんですけれども、ガムにはいろんな効果がありまして、ガムを噛み続けると小顔になってフェイスラインが変わるっていうお話をしたいんですけど、ガムを噛むとこうやって噛みますとね、この血流がすごく良くなってくるんですね。そしてリンパの流れも良くなってくるので小顔になるんですけれども、噛むだけで歯をねこういうしまって噛む噛む噛むって噛むだけでここの運動ができるんですね。よくこうね、私はこう手でゴロゴロしたりそうするのも小顔になるんですけれども、できるだけ摩擦をしすぎるとシワやたるみの原因になるって言われてますので、私は口の中だったらいくらねこうやって噛むだけなんで全く肌にシワやたるみができてこないです。やっぱりね、頑張りすぎてシワやたるみになる原因っていうのはこう直接皮膚をグクやったりこうつまんだりなんかすると、こうだんだんねダメージが。で昔ってこうつまんでも20代の人ってこうつまんでもすぐ戻るんですけど、年を重ねればつまめばつまむほど戻りが悪くなるけど、ここもそうなんですね。だから口の中からしっかりですねこうガムを噛む、小顔になるぞなるぞと言いながら噛んでみてください。でしっかり噛むとここのフェイスラインが変わるので、ですからもうね電車乗ってる時や家でテレビ見てる時でもガムを噛むだけでリンパマッサージができるっていう、お金もあまりかけずにできる方法なので、ぜひ試してみてください。では CM をご覧ください。しました。今日はですね、私先ほどワンポイントで小顔のお話をしたんですけれども、素晴らしいゲストの方に来てもらっています。今日は整体王子鍼灸接骨院中野先生にお招きしております。どうぞ。こんにちは。大好評で王子2度目の、はい、あ2回目ということで、はい、よろしくお願いいたします。先日はね、はい、整体王子のなぜそういうのをし始めたかとかいろんな自己紹介をしていただいたんですけれども、はい、本当に人気があって、ね、スタッフの皆様今映ってますけれども、はい、本当にね予約の取れない、ありがとうございます、王子様のところなんですけれども、うん、今日はね素敵な情報をねいろいろ皆様に、はい、ね、そうです、お伝えしたいと思うんですけれども、はい、王子簡単にちょっとだけ自己紹介を、初めて見られる方もいらっしゃると思いますので、はい、そうですね、本日は2回目のね磯子さんの番組に出演させていただきまして、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、前回も、ご紹介させていただいたんですけども、私は大阪市の住之江区というところで、はい、整体王子鍼灸整骨院というですね、はい、ちょっと一風変わった名前の整骨院を、はい、経営してるんですけども、で、ね、はい、でさっき映ってた、僕よりね顔がちっちゃくて身長の高いスタッフと、はい、受付さんと3人で、はい、やっていまして、はい、でまあ、そこではね本当に、今日ね磯子さんから、はい、まあ、その磯子さん美容の番組ですので、はい、まあ、そのうちではこう美容鍼灸って言ってね、そうですね、顔に針を打ったり、はい、でそしたらその後
顔の筋肉とかね、はい、この骨の隙間とかをこう手でね、ちょっとでもこう小顔になるようにグッといろんなことをするんですけども、はい、まあそういうことをやったりとか、あとはまあ腰痛とか、はい、まあ、肩こりとか、はい、体の根本のね、こうしんどいところを施術させていただいたりとかを中心にやっているんですね、はい、で、まあ、活動のご紹介で言うと、はい、今これ出てるんで、ね、写真出てますね、はいはい、これは、骨が骨もいるんですけど、はい、これは今月の頭にですね、はい、2週目だに JEA っていうはい、アロマセラピストさんを養成する学校で、はいはい、まあ、アロマセラピストの方々に、はい、まあ、その解剖学を中心にね、姿勢が崩れるとどんな影響があるかみたいな話を、ね、させていただいて、まあ、こういう活動であったりとか、そういうなんですか、アロマ関係の方にさせていただいたり、まあ、次の画像が、はいはい、これは幼稚園のお母さん方にですね、はいはい、お金をかけずに、はい、自分でお家で骨盤をキュッキュッと引き締めながら、こう歩けるような、そういうセミナーもさせていただいたりとかして、まあ、こういう整骨院だけのね、はい、活動ではなくて、ほんとこう磯子さんのとこに呼んでいただいたりとか、はい、そういう外でもね、いろんな活動をさせていただいています。でも本当に病院だけじゃなく、はい、病院出てもいろいろ簡単にできることって日々やっぱり続けたら違いますもんね、うん、そうですね。で、ちょっと皆さんね、姿勢ってさっき言われてましたけど、先生も、はい、姿勢が崩れるとどういうとこに支障が出るかってちょっと短めで皆さんにお伝えしてもらっていいですか、うん、はい、そうですね、はい、まずやっぱり立ってる状態のね、はい、いい姿勢でいうと、いわゆる壁にね、背中とかをピタッとつけて、ね、はい、まあ、これが全部ついて、うん、ちょっと腰に軽く隙間が空くぐらいがちょうどいい姿勢ですよって言われるんですけど、はい、ああいう正しい姿勢って言われるのはどういうことかっていうと、はい、できるだけ筋肉を使わずに立っていられる状態のことをいい姿勢っていうんですね。そうですよね。だから、はい、まあ、その姿勢が崩れると、そこを崩れたところを補わすために絶対どっかに無理が出るんで、力も入れてますもんね。そういうことが本当に腰痛とかね、はい、肩こりとか、やっぱり正しいところからずれた分を補うためにいろんな負担がかかってくるっていうのがあるんで、ね、そうですね、だから私もウォーキングしてますけど、頑張らない、力を入れないということで鍛えないっていうことで、やっぱり皆さんどういうのかな、姿勢が悪い方って力どっかに入ってますよね。やっぱり入ってますね。私入れてないって言ってもカチカチだったりやっぱり私も最近ずっとウォーキングを教えていて、うん、あ、この方腰悪いなとか、うん、足痛いなとか、うん、いうのはすぐ分かるようになりました。もうね、はい、磯子さんぐらいこういろんな方見てたら、本当にやっぱりね、もう出てきますよね。で、やっぱり姿勢も大事なんですけどね、皆さん見られてる皆様、やっぱり一番に若返りの小顔ですよね。体は服で隠せても顔は隠せませんからね。そうですね。ですから王子のところにも小顔矯正に来る方がすごく多いんですよね。そうですね、はい、で今日はですね、まあ、先生のところで小顔した体験と、皆さんでもできる、はい、お家で簡単にできる、はい、小顔にできる、はい、ポイントを、そうですね、まあ、漏れなく教えてくださるということで、はい、素晴らしいですよ、はい、今週は今週もすごいけど、はい、小顔になる、普通はね、診療所だけで静かに眠ってるものを皆様にワンポイントを教えてくださるそうなの で、はい、まずね、はいはい、この写真の方ですけど、この写真の方は、はい、この方は、うちで美容の針ですね、はい、針をして、その後、まあ、小顔の手術をね、はい、でグーッといろいろやったんですけども、まあ、写真見てもらうと1回の施術の変化なんですけど、すごいですよね。顎のラインがね、はい、すごく綺麗になって、はい、これはただ単にね、ここだけをどうこうしたんじゃなくて、はいはい、まあ、やっぱりむくみがあったりとか、むくみ多いですよね。あとはやっぱりここのラインに影響するのって、うん、こういうところの頬の筋肉とか、ここね、頭の横の部分とか、あ、ここもね、触るとこってます。そうそう、はいはい、そういうところも関係してたりするんで、で美
ヨー針はね、はい、針であえてこう細かい傷をね作ってあげたりとか筋肉を刺激することで、はい、その人の本来の免疫反応をこう傷を治そうとする力をね活性化させてあげて本来の状態を内側から取り戻していくっていうのをさせていただいてて、はいはい、まあね結構照明の関係もあるんですよ。顔色もすごい良くなって、そうですよね、ちょっとプライバシーの感じで目は隠してるんですけど、ダメです、ダメです、うん、目がすごくやっぱりパッと開くんで、パッと開きますよね、はい、私針大嫌いで針嫌いな人すごく多いと思うんです。私もう嫌で嫌でね、うん、怖くないですからってしていただいたんですけど、はい、王子の針は怖くないです。できるだけ優しくね、そう、もう誠意を込めてやりますんで、そう、はい、やっぱり怖い方っていうか、こう来るだけで怖いっていう方多いんですけど、怖い方に何か、あ、そうですね、怖くないよっていう、そうです、本当に皆さんね怖いって言っても最初ねなんかもう、そうそう、こぶしねもう割れるんちゃうかと思うが握り締めて受ける方いらっしゃるんですけど、やっぱりね皆さん思ったよりやっぱ痛くないって言われてて、いわゆる他の脱毛とかね、はいはい、された方の中で脱毛よりかは全然痛くないっていう風に言われたりするんでね、やっぱ怖いですよ、うん、最初はね、はい、もう力入ってますもん私も、ね、だんだんこう癖になってきますね、皆さん、そうですね、はい、でもやっぱり変わることが分かると、うんうんうん、やっぱり通われますもんね、そうですね、はい、はい、で次のこの写真の方なんですけど、ここね、はい、ね、そうなんですよ、はい、うちの家結構美容針を本当に1年半とか2年ぐらいずっと通ってる方もいらっしゃってて、すごいじゃないですか、そうです、もうこの方はね、この方は4回目だったんですけど、4回でもうなんかお母さんと娘みたいな感じぐらい変わってるんですけどそうです、だからこの方の場合は、はい、やっぱりねむくみと、はい、たるみとむくみがやっぱきつかったんで、だいたい先ほどの方でおいくつ代ぐらいの方ですか、次の方で40代ぐらいですね、40代で、この写真の方は、まあ、50代ですよね、こう、じゃあ私と一緒ぐらいやね、そうですね、はい、でやっぱりね、そういう風に変わってくると、はい、針でねお顔の筋肉の柔らかさが出てくると笑顔を作ったりとか表情をすごい豊かになってくるんで、はいはい、やっぱり自然に自分でも日常生活の中でもこう引き締まっていきやすくなるし、この方本当にねフェイスラインがシュッと変わってきたんで、髪の毛をこうアップにするのもね、うんうん、すごくやりやすくなったってね言われたりとかもされてたんで、すごいね喜んで今もずっと継続して通っていただいて、でもすごいですよね、そうなんです、これだけ変わるとご自身も鏡を見るのも嬉しくなるし、うんうんうん、メイクや写真も、やっぱりね一番は小顔、たるみ、むくみ、そうですね、やっぱりむくみの方で悩んでらっしゃる方すごい多いですもんね、そうですね、はい、でもこれだけ変わるとねすごいですね、あ、もう本当にね喜んでいただいて、はい、今日はねですけどこれはもう高音になりたい方はぜひ行っていただいて、はい、そしてあとはやっぱりたまにねお家でできるメンテっていうのも必要ですよね、はい、やっただけでまた1ヶ月に1回やったら戻りますもんね、徐々に、だいたいこれは1週間に1回ぐらいですか、最初の3回から5回はね、はい、できれば 1,2 週間に1回来ていただいて、はい、でも安定してきてね本当にお肌の内側から新陳代謝も上がって、はい、本当に今までサボってた筋肉とか細胞にムチ打ってねエンジンかかってきたらもう月1とかにしてもらってるんですけど、やっぱりね針とかでもねこの写真ですね、はい、やとその人が本来、はい、自然にこう綺麗に年取っていった状態がアフターの状態だと思うんですね、本当はこうなっていくはずだったのに、はいはい、まあ本当にね生活習慣とか、ね、まあね、そういういろんなストレスとか日頃の癖とかでねちょっとこう本来よりも少し変わってしまった状態になってるの、それを戻していくような感じですの でやっぱ顔も凝り固まってますよね、そうなんですよ、年を重ねると、うん、であんまり手でガーッとするとしわたるみになるので、はい、そのやっぱりそのプロの先生に針でそのリラックスっていうかどういうんですか、筋肉をほぐすツボみたいなとこを押していただくと表情筋も柔らかくなるのでむくみが取りやすくなるんですよね、はい、そのあたりをね今日ちょっとこう自分でできるのをお伝えしていくんですけど、やったーすごいです、はい、
かお伝えして。あ、ここはね、本当にあの今ちょっとすごいびっくり者になってましたけど、はい、うちで施術を受けていただいた方にね、はい、セルフメンテナンスちょっとやってくださいっていう内容も。いや特別じゃん、はい、すごい、皆さん必見ですよ、はいはい、じゃまずお顔のね、はい、なんていうか歪みというか、こういうのはなんで出るかっていうところからまず分かっとかないと。そうですね。で、はい、まあ、本当に細かいところいったらいろんなことがあるんですけど、はい、やっぱりこうどっちかで片方でずっと噛んでたりすると、ね、口角の高さにこう差が出たりとか、デスクワークとかずっとやってるとこの眉間のシワがねやっぱり目ってね、このこういう筋肉があるんですね。この目の周りをつくような筋肉があって、はいはい、で目って基本的に筋肉の動きとして外側にこう開いていく方向ってあんま動かないですよね、はいはいはい、もう真ん中に集まっていくような眉の筋肉とかってやっぱ多いので、うん、自然にここにグーッと集まってきちゃうんで、これはやっぱりこう解放してあげたりとか、はいはい、あとね片方でこう頬骨ずっとつく人とか、あ、ありますね、はい、まあ、寝方とかいろんなんがあるんですけど、うん、そういうのをね改善していくにはやっぱ筋肉が大事で、はいはい、全身の筋肉って大体600個ぐらいあるんですけど、はい、磯子さんクイズです。はい、こう、はい、笑顔を作るときって笑顔を作るだけで筋肉何個ぐらい使うと思いますか？結構体で600でしょ、はい、200、おめちゃくちゃ ぐらいかな、知らない、17個だったんですけど。17個？だいたい200って言ったらね、足を一歩出すときに使うのが200個ぐらいなんですよ。あ、そうそう。顔17？顔の笑顔を作るときは17個で、で逆にこうしんどいとき、うん、しかめっ面するじゃないですか、うん、このときに使う筋肉の量って47個って言われてるんですよ。あ、そう。だから笑顔を作るときとしかめっ面するときでも筋肉の使う量も全然違うんで、しんどいときにしかめっ面してると余計疲れてくるんですね。疲れてくるからニコッと。あ、磯子さんの周りで綺麗な人もみんな笑顔の人が多いと思う。多いですね、で怒ってる人とかしかめ面の人いてないわ。そうなんです、うん、だからお顔がね筋肉でたるんでくる、はい、一番筋肉がたるんできやすい人はやっぱりね無表情の人が多いです。あ、写真撮る時でも、うん、笑わない方いらっしゃる。そうなんですよ、皆さん笑いましょう、ね、そうそうそう、まずはそこがね一番ですよね。笑ったり表情豊かに作ってると、あのお顔も全部筋肉なんでね。そうですよね、自然に筋トレしてるような形になるんで、うん、やっぱり王子もいつも笑ってるもんね、はい、できるだけね笑ってるようにしてるんですよね、はい、はい、ね、そうそう、すごいですね。そして次はで、まあそういう風にやっていくんですけど、うん、で、あともう一個ねポイントは、うん、今からやっていく方にポイントとして、はい、こめかみですね。あ、ここね。ここが実は一つお顔の美容にとってすごい大事で、はい、ここが脳脊髄液ってちょっと、まあ、難しく言うとその名前なんですけど、はい、言ったら自然の美容液みたいなのがここからこう分泌されるところがあって、あ、自然な美容液ですって皆さん。そうなんです。ここですよね。こめかみのあたり、ちょうどこの辺が凝り固まってるとここからそういうのが出なくなるんで、目のくぼみが目立ったりとか、張りがなくなってきたり、ほんとシワとかたるみの原因にもなるんで、ここはやっぱすごく大事。いやー、こめかみ大事ですね。目の美容液が出るんですって。だから男性の方もやりましょう。こういうその脊髄液の流れがやっぱ滞ってる人はやっぱ頭痛がこの辺で起きやすかったりとか。あ、そっかそっか。全身に関わる部分でもあったりするんです。はいはい。で、あともう一個のポイントが、はい、耳の下ですね。耳の下、耳下腺というんですけど、はい、ここは逆にお顔の老廃物が出ていく出口になるんですね。あ、出口、はい、だここもしっかりやっといてあげないと。あ、出口をちゃんと。そう、それをどういう風にしたらいいんですか？まあ、本当に優しく揉んでいくんです、はい、今からねちょっとお伝えするそのお顔のマッサージなどもそうなんですけど、はい、磯子さんがさっき言われたみたいに皮膚を表面をゴシゴシ擦ると、はい、やっぱ皮膚って足の裏のタコとかもそうですけど、刺激が加わり続けるとそこが分厚くなろうとしてくるので、うんうんうん、指は当てて皮膚は擦らずにそのままグッとこう動かしていってあげるような。あ、分かりますかね。分かります。これをこうするんじゃなくてちょっと押さえたまま皮膚は擦らないように動かしていくような。あ、よく分かります。あ、いう特にこうする人多いですもんね。あ、そうですね。でしっかり軽くね押さえてあげて、はい、ぐーっとこう揉んであげるような。あ、
はい、とゆっくりしてあげるとお風呂とかすごい効果的です。あ、いいですね。お風呂で皆さんぜひ、はいね、必ず入るしね。はい、そして、まあ、こういうところ大事なところをほぐしといて、はい、いよいよね、はい、いよいよこのフェイスラインと整えていく、はい、お伝えしていきたいんですけど、はい、でまずですね、いきなり皆さんこう顔がむくんでたら顔をねやろうと思うんですけど、まずね首からストレッチしてもらいたいんですね。首、はい、はい、首がねあの固まってるとこういうとこやっぱ下に引っ張ってこようとする筋肉があるんで、まずですねこうまず下にグーッと、はいはい、こうグーッとそう下にグーッとストレッチして、はい、今度は斜め下前にグーッと持っていきます。ここを伸ばします、はい、突っ張るなっていう感じを感じながら、今ちょっと省略しますけど、はい、10秒ぐらいじわーっと伸ばして、はい、で今度は反対もぐーっとここを伸ばしてあげて、じわーっと伸ばして、はい、で肩こりの人これすごい気持ちいいんですけど、はい、もう一個大事なのが、はい、実は人ってこう下を向いてる時間が圧倒的に長いんですね。口の中で、はいはい、上を向くことほとんどないんで、ないですね、ここがやっぱりねすごく硬くなりやすいので、はい、上をねぐーっとこう向いていきます。上をぐーっと向くとここが突っ張る感じがありますよ ね、はい、ます。ここをしっかり伸ばしてあげて、伸ばす、はい、そのまま斜めの方向にぐーっとここを伸ばしてあげて、うん、でこっちもぐーっと伸ばしてあげる。気持ちいいです。めちゃくちゃ気持ちいいでしょ、はい、でこれ本当にねうーっとやると人によっては終わった後すぐにここに筋がスッと綺麗に出てきたりとか、あ、そうなんですか、しますし、後ろ伸ばすときはねちょっとこの手を後ろに持っていって固定してあげると肩が浮いてこないので、こうなってこないので、うん、よく伸びたりしますので、はい、まあ、そういう風にちょっと肩周りをね首周りをしっかりほぐしてあげた後ですね、はい、まずお顔上からいきます、はい、まずここの目が下がってくるこの前頭筋っていうところをですね、はい、ぐーっとこう上に引き上げて、はい、上にぐーっと引き上げる、引き上げたところでちょっとこう上下に動かしてあげます、はい、ぐーっと動かして、はい、そして今度は、はい、このフェイスラインですね、はい、この口角が下がってる方があると思うんですけど、はいはい、そこをこの口のところからぐーっと上に、はい、頬骨のとこまで止めて、はい、ここでぐーっと動かします、はい、これしっかり肌をこすらずにここでぐーっと止めてあげます、はい、で反対もぐーっと上げていって、はい、ここでゆっくり動かしてあげます、はい、この時にぐーっと引き上げたここで指2本ぐらいですね、はい、でこっから下に動かすんじゃなくてこっから上にぐーっとこう、はい、上げていってあげます、はい、これだけでもねすごく筋肉が伸ばされて、ね、気持ちいい、はい、効果がぐーっと上がっていきます、うん、これ本当にあのパーティーの前のトイレとか、あ、そう、もう本当に直前にやってあげるとすごいいいですし、あ、すごいですね、はい、であとここをこめかみね、はい、このさっきの脳脊髄が出るところもぐーっとこう上に上げて、上げたところでまた上に向かってぐーっと振動させてあげます。振動じゃなくて伸ばしていってあげるような感じですね。ぐーっとしていって、はい、あね、やり方は基本的に一緒なんですけど、はい、あとはねこのさっきの眉間のとこやったら眉毛をぐーっとこう引っ張っていってあげて止めるとか、はい、そういった感じのことをしてもらうとね、すごいですね、はい、簡単ですよ、確実に変わりますね。そうですね、皆さんいかがですか、ぜひやってみてください、ぜひやってみてください。ではまた後半の方でいろいろね、はい、ちょっとお話をしていただこうと思います、はい、では CM をご覧ください。ちょっと上がってます。でしょ。
いやでもね、今モニター見てもね、僕もちょっと上がってる気が。そうですね、はい、なんかパーティー前とか、うん、ここぞという時、うん、お手洗いでちょっとこめかみ、そうです、これ、はい、やってみてください。ちょっと ね僕は最初喋りすぎてね、はい、最後ちょっとあの駆け足でやってしまいましたけど、そうあのやる場所とかはねしっかりやってもらったら出てますんでね。すごいですね。だから針に行ってからあの間取れない時はこういうマッサージをしてみましょうっていうことで、はい、先生からいろいろちょっとイベントとか告知のこととか、そうですね、はい、お願いします。まあ告知というかですね、はい、まあ、あのセミナーとかねそういうのもやったりもしてるんですけども、はい、やっぱりうちの院にね来ていただいた方、前回もちょっとこういう割引サービスをさせていただいて、ね、患者さんも喜んでもらったんですけども、はい、今回も当院に来ていただいたら、はい、施術料の他に初診料っていうのがちょっと1500円か2000円ぐらいかかるんですけども、はい、それをねまた磯子さんの番組を見たと言っていただいたら初診料を無料に出してもらったんですね。やったー。はい、であれですよね、検索は、うん、何でしたらいいですか。生体王子ってだけ入れてもパーッと出てきますよね、まあ、出てきますけど、うん、はい、まあ、生体王子大阪とか、そうね、はい、そんなんでやってもらったらすぐ出てきます。でも本当にこうやって普通院に来て院に来られた患者さんにしかそういうメンテのことをお話してくださらないんですけど、王子は本当に皆さんに良くなってもらおうと思って、ね、包み隠さずまだまだもっとあると思うんですけど、はい、それはまた次回ということで、本当にね簡単にできるのでゆっくりねやってください。はい、私もなんかちょっと目が見開いたような感じで、ね、まあ、いいですね。美容液が出るんですね、ここからちゃんとね筋肉に沿ってやってあげる、筋肉は絶対反応してくれますね。はい、はい、ね、そういうことです。本日もお届けいたしました磯子美瑛治、お楽しみいただけましたでしょうか。美と健康についてご質問、番組へのお問い合わせは Facebook ページ磯子美瑛治にお寄せください。この番組があなたにとってビューティーエッセンスになることを願って、来週もぜひご覧くださいね。ではまた来週お会いしましょう。本日のゲストは生体王子鍼灸院の中野先生です。ありがとうございました。